森本智は、女子陸上競技元選手。兵庫県志総市出身。身長164センチメートル、体重53キログラム。山崎あずま中学校、修日高等学校を経て、岡山県の天満屋に入社。ちなみに、修日高校は、五輪に大会連続メダリストの有森優子の母校でもあり、森本が尊敬する、マラソンランナーにも、 有森の名を挙げていた。入社した、天馬や女子陸上部で、元所属の先輩選手では、アテネ五輪七位入賞の坂本直子と、シドニー五輪七位入賞の山口恵里などがいた。2006年1月28日施行の、大阪国際女子マラソンにて、初マラソンを走り5位となると、5月7日施行の、ウィーンマラソンにて、海外初挑戦。 自己ベストとなる2時間24分台のゴールタイムでフルマラソン初優勝を果たす。2008年1月27日試行の大阪国際女子マラソンに出場。合法直後からハイペースで独走した初マラソンの福祉解横について行かず2集団に待機。35km 手前で終盤極端に失速した福祉を交わして 結果日本人最高の2位に入った。同年8月17日開催の北京オリンピック女子マラソン代表選手有力候補の一人となるが優勝を逃したことと並びにかつ消極的なレース内容が日本陸上競技連盟に対して良い印象を与えるには至らなかった。なお、ゴール後のインタビューで森本は福祉が ゴール直前フラフラの状態で4回も転倒するアクシデントに私もマラソンでレース後半に全く思うように走れなかったことがあるので気持ちはよくわかりますと心配しながらコメントしていた3月9日施行された名古屋国際女子マラソンで優勝しかつ天満屋の後輩である中村ゆり子よりも森本の方が17秒早いタイムであったが 日本陸連は代表選考にあたり、森本と中村のレース内容を精査した結果、最後の3番手は中村に軍配を上げた形になる。そのため、森本の五輪代表の夢は、掴むことはできず、惜しくも、補欠エントリーに止まり、先輩後輩で明暗を分かつ形式となった。北京五輪女子マラソン本番前。 前回アテネ五輪金メダリストで五輪連覇を目指した、もぐちみずきが故障発生により森本の補欠代表が繰り上げなるかが話題となる。しかし、選手団全体がすでに定員超過の状態となったため、日本陸連は北京五輪開幕直前の7月30日に森本の補欠登録を取り消さざるを得なかった。 また森本も右足に痛みが出るなど状態が良くなく、北京五輪に向けての練習を中止しており、森本の補欠繰り上げは結局消滅となった。2009年8月開催の世界陸上ベルリン大会女子マラソン選考では、昨年の北京五輪に引き続いて補欠代表に選出されたが、体調不十分のため同女子マラソン日本代表チームとの同行を辞退した。 このために、日本女子マラソン代表チームの補欠に二度、選出されながら、二度ともに、性選手の故障による補充がなされない例を作るはめとなってしまう。2011年8月28日施行の、北海道マラソンに出場。気温29度という暑さの中、3 3トル過ぎで2位グループについていた、島原清子、渋井陽子らを振り切って、スパート、 40km 手前で最大3分近くの差があった吉田香織をかわして逆転。マラソン優勝はウィーンマラソン以来5年4ヶ月ぶり2回目、日本国内メジャーマラソンとしては念願の初優勝を果たした。しかしその後は右足くるぶしの怪我等に悩まされ、目標としていた2012年8月開催予定のロンドンオリンピック女子マラソン。 国内選考レースにはエントリーできなかった。2012年3月をもって現役を引退し、天馬や女子陸上部を退部。今後は天馬や関連会社に移動して一般社員として活動する。ありがとうございます。